はい、どうも、粕谷です。なんかこの間シバリストのペーパーフィルターのですね、あ、すいません、コーヒーに愛された男、粕谷です。はい、どうも。ですね、今日ちょっとサクッと動画撮ってみようかなと思ってます。この間シバリストっていうねペーパーフィルター紹介したと思うんですけど、これですね、まあ、その時に結構コメントに多かったのが、アバカフィルターとの比較がしてほしい。で、まあ、僕はアバカはまあもちろん知ってたんですけど、その中で一個すげえ気になるのがあって、これです、アバカプラスっていうやつですね。こんなのあったんですね。もうほんと勉強不足ですね。まあ、アバカさんってね、なんか麻の繊維が入ってるっていうので、まあ、割とその落ちるスピードも速いみたいなね、だったんですけど、このアバカプラスっていうのが結構速いらしいですよ、なんかコメントを見てると。なので皆さんご存知の畠山さん、大輝畠山ですね、アバカさんというかね、山陽産業さんのまあ、アンバサダーやってらっしゃるんで、どうにかちょっと使わせてほしいんですって言って送ってもらったんで、早速動画にしてみたいと思います。まあ一番簡単な検証方法だと、まあもう本当にお湯注ぐだけにしていこうかなと思います。コーヒーを入れるとかってなるとね、なんか豆の状態だったりいろいろ左右されちゃうと思うんで、もうシンプルにお湯抜けが早いやつ選手権、まあ太蔵先生の塩水ダービーみたいなもんですね、ペーパーダービーやっていきたいと思います。ちょっと3種類しかないんだけど、まあ僕が愛用してるハリオの、まあ、ペーパーフィルター、そして、前回僕が紹介したスペインシバリスト、そして今回のアバカプラスですね。まあね、本当普通のアバカも用意しておけばよかったんですけど、ちょっと今回は一旦これでご容赦ください。じゃあ、まあ、まずはねアバカでいこうかな。あ、間違った、シバリストペーパーのサイズ合ってね。今回一番ベーシックなもので比較しましょう。無限でやったりね、そういうのも考えはしたんですけど、ちょっとそうするともうシュシュつかないんで、であとちょっと注ぎも安定させたいんで、ちょっと待ってください。こういうのでもう先にお湯を測っときましょう。どうしようかな、一気にまあ100じゃねえ、ちょっと分かんないもんね。150ミリ注いで、どのぐらい早く落ちていくかを検証してみましょう。なんかちゃんとこうやってペーパーフィルターで違いを検証するとか、なんか恥ずかしながら最近あんまやってなかったからちょっと楽しいね。じゃあ150が、どのぐらいのスピードで落ちていくのか見ていきたいと思います。ちょっとねもう今回はあれですよ、もう急に回してみたんで、もう編集とかなしでそのまま出していっちゃいます。じゃあ行きまーす。入ってるかな。ちょっとだけしてみけるか。OK、いいね。じゃあいきますよ。せーの。早っ。5秒でした。ちょっとね
もう注いだそばから落ちてっちゃう感じ。やば。いや、これがシバリストですよ。さすがでしょ。すごいよ、やっぱり。じゃあちょっと次、まあ僕がね普段使ってるハリオのペーパーフィルター出てきてもらいましょう。これも早いんだろうな。まあてか水だけだと比較になんないのかな、もしかして。当たり前だろうとか思ってる、もしかして。これはね、手前なのかな。水だけだったらそのまま落ちてっちゃうかな。そうか、もしかして。じゃあ次 V60 の、まあ、ノーマルのペーパーフィルターですね。いきます、せーの。あ、やっぱそんなことないよ。結構時間かかってる。はい、11秒。すごい、やっぱ時間ね違うよ。シバリストはもう注いでそのまんまスンって、だから注いだ5秒分しかかかってない。すごい、すごいよマジで。もう一回見てみるよ、これ今注いでたのね。はい、もう終わり。はやー、すごいね。じゃあちょっとあれ行ってみますわ。シバリストじゃなくてアバカ。ちょっとここにかけておきます。もったいないからね、後で使います。あ、はい、じゃあ最後、皆さんお待ちかねのアバカプラス。まあ皆さんお待ちかねっていうかね、俺が実はお待ちかねでした。やっぱ結構このアバカって聞きますよね最近ね。まあ、最近じゃねえか、もうだいぶ前からだね。なんか2017年だったかな、8年だったか、教えてたルーマニア代表の子もアバカがいいんだみたいなこと言ってたな。その頃はね、俺もちょっとへーみたいな感じで流したんだけど、やっぱね最近やっぱペーパーフィルターで味をコントロールする選手増えましたからね、気になる。じゃあ最後のアバカプラスいっちゃいます。いくよ、せーの。なんか13秒ぐらいでした。おい、全然じゃねえか。え、めっちゃ速いわけじゃなかったんだ。オスモティックフローって書いてるの、もしかしてちょっと時間かかるってことなのかな。そもそもオスモティックってな。浸透フロー、まあ、というわけで、まあ、お湯抜けだけで
比較してみた結果、一番早いのはやっぱりシバリストでした。こいつね、多分みんなが想像してる倍早い、まあ倍早かった。結局シバリスト、もう注いでるそばから落ちてく、まあ5秒で続いて、まあ、ハリオ、まあこの紙箱に入ってるやつじゃない方ね、これが11秒で、今回アバカプラスが、まあ、12、3秒、若干ハリオよりはね遅く感じましたっていう結果です。ちょっとあのお湯抜け気にして見てる人は参考にしてみてください。やっぱりガゼンシバリストは早いです。おすすめ、すごいわ。細引きでも抽出時間そんなにかからずにやれるはずです。試してみてください。では、あ、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録がお願いします。じゃあね、バイバイ。お疲れ様です。